初めての神社御朱印編。御朱印はお寺では写経の代わりとされますが、神社では参拝した証として押印されます。崇敬する神様の神社に参拝し、神様とのご縁を御朱印として形にしましょう。神社に参拝される際に御朱印帳を準備します。神社とお寺で御朱印の意味が異なりますので、御朱印帳は別にして保管しましょう。神社に訪れたら神様へご挨拶を。まずは拝殿で参拝しましょう。御朱印は御朱印所で受けることができます。こんにちは。こんにちは。書くとこ開いてお出しください。はい。御朱印をいただきたいページを開いて、神職の方に御朱印をお願いします。お名前をお伺いしてもよろしいですか。はい、松本と申します。松本様、できましたらお名前で呼びします。少々お待ちください。お願いします。お借りします。御朱印は神職により神社の名称や参拝の日付が墨書きされ、朱印が押されます。神社の印をいただきますので、お札やお守りと同じく神様のご加護が宿る尊いもの、大切に扱いましょう。御朱印でお待ちの松本様。はい、お待たせいたしました。500円のお納めになります。はい、いただいた御朱印はお札やお守りと同じように敬いを持って保管します。神棚や朱印帳置きで保管すると丁寧です。静岡木工、神棚の里。